ゆっくり。という、チャンネル。こんにちは。今回は上里彩香を基礎から上級者でも使えるような知識を動画にしていきます。まずは、今回の上里彩香のステータスですね。武器は天目精錬を、生物は氷4セットです。とりあえず今回の生物。大体こんなもんかな。最終ステータスですね。まあこれくらいあれば無難な強さになります。はい、まずは単純な要素。神里彩香はダッシュで自身の通常銃撃落下攻撃に氷幻想付与。これが神里彩香唯一無二の特徴とも言えますね。また通常攻撃はシンプルに5段になるんかな？そして、銃撃は3連続で相手にダメージを与え、ある程度敵を追尾します。ここで差がつくポイントですが、神里彩香の通常コンボは DPS の面では、通常に銃撃が一番ダメージが伸びます。時点で通常3銃撃。とりあえず5つ目は通常に銃撃が一番ダメージ出るよって感じ。ちなみに時点が通常3銃撃って言われている理由なんですが、それはユクアキとの相性もあります。ユクアキと彩香で一緒に使う場合は、通常3銃撃が一番ユクアキの剣サメが飛んでいきます。素直に剣撃って言っちゃいなよ。それはともかく、ユクアキと合わせるなら少なくとも通常1銃撃か通常3銃撃にしましょう。通常2銃撃だと、ユクアキの剣サメと相性が悪いのでご注意。通常4銃撃の出番ですが、アビスのバリア割りを素早く行えます。ただ、通常1銃撃とあんまり変わらんので、ダッシュキャンセルで回避回数を稼ぎたいなら通常1銃撃でもいいかな。個人的には通常1銃撃も通常4銃撃もそんなに変わらん気がした。言い忘れていましたが、彩香はダッシュでの浮上時に相手に氷付与。おまけにスタミナも回復し、氷元素ダメージがアップします。ダッシュも意識して、相手に当てるようにしましょう。続いて、スキルと爆発なんですが、特にありません。スキルは単発のシンプルなもので、発生粒子は4から5個。爆発は80族で、複数ヒットする高倍率爆発ですね。注意点としては見た目の割に範囲が狭かったりすることでしょうか。狼のでかい方とか、当たってそうで当たってないことが結構ある。あとは、ローテーションに余裕が持てるなら、彩香のスキルは2回は爆発前に回したいですね。シンプルすぎて、特に解説するようなことはありません。固有テンプについては軽く、5つ目、スキル使用後に通常と銃撃のダメージがアップ。2つ目、ダッシュ終了時に相手氷元素を付与すると、スタミナを回復し、氷元素ダメージがアップ。どちらも隙のない固有テンプで、2つ目はスタミナも回復する関係上。息切れしないアタッカーというのは、伊達じゃないですね。続いて、テンプ育成優先度ですが、爆発が最優先です。彩香のダメージの要は銃撃とかもありますが、なんといっても爆発のダメージが一番です。通常は同じくらいの優先度でもいいとは思いですが、スキルの優先度は低くていいと思います。ですので、最優先は元素爆発、時点で通常テンプスキルテンプを上げればいいと思います。まあ、これは最終的な話で、特に初心者で彩香でひたすら殴るようにしてるって人は、通常の優先度が一番高めでもいいかもしれません。続いて、生物なんですが、強風4が基本的にはベストです。凍結編成をするならこれを使用しないという選択肢はありません。圧倒的ローキャラにはつけて損しない生物ですよね。凍結を行わない場合は、氷2と剣闘士のような攻撃18アップ系や、しめ縄剣闘士みたいに攻撃力36アップになるように生物をつけましょう。ステータスは強風を使う場合は基本的に会心ダメージを優先し、会心ダメージと同じくらいチャージ効率を優先したいですね。目標チャージは140はできれば到達したいです。まあ、そうなると爆発メインなら絶縁でも悪くない気はしますが、凍結するなら強風一択、ということさえ覚えておけば問題ないと思います。続いて、凸についてですが、基本的に無凸でいいと思います。
まず、一突効果についてですが、ローテーションとか組むとほとんど無駄になる効果です。雷電の一突よりも価値がないかもしれません。ですので一突するだけならマジで無突でいいです。ここ宮神格二突へ向けて温存しましょう。二突効果ですが、単純に爆発の火力が増えます。爆発の両脇に小さい竜巻が増えるんですが、敵が大きいほど当てやすいです。もちろんですが、敵のサイズが小さめだと恩恵が薄くなります。三突効果は爆発テンプ3アップ、無難なやつです。四突効果ですが、正直あやか突するならここまで持っていきたいレベル。二突効果含む爆発がヒットすれば、ヒットした敵の防御力 30% ダウン。あやかの火力アップにつながるだけでなく、パーティー全体の火力アップにつながります。二突も十分強い突効果ではありますが、正直突するならここまで持っていきたいのが本音かと思いました。で、五突はスキルダメージアップ、テンプレベルプラス3微妙だね。貫突効果は、10秒に1回銃撃のダメージアップ、瞬間火力アップですね。T8 化するなら、この瞬間火力がかなり大事なようです。突に関してはこんな感じでした。武器に関してですが、星5ならキリギリ万全ですね。一応星5武器であれば、どの星4武器よりもダメージが期待できます。続いて、星4武器ですが、黒剣、黒岩、天目の3つがおすすめです。中でも天目は綾香のエネルギー条件を満たしてくれて、単造なので比較的精錬もしやすい。ですので、天目が一番おすすめ武器となります。ちなみに綾香は 140% ほどのチャージが欲しいんですが、天目を使用する場合はだいたい110ほどあれば良くなります。黎明の真剣も使えんことはないです。凍結なので被弾も少ないからそれなりに合うかも。最後にチーム編成ですが、戦闘シーンを垂れ流して終わりたいと思います。とりあえず神里綾香は表に水一風で組む凍結編成が基本的に強く、氷共鳴は凍結や氷元素が付着されてる敵への回心率が 15% アップ。強風装備時では凍結してる敵に対して、回心率を 15% もアップするのでほぼ回心率は必要ありません。氷元素キャラですが、神格ロサリア、カンウディオ、ナガイアの順番でおすすめします。神格は言わずもがな氷バッファー、ロサリアは回転率の良い爆発と清風で粒子面でのサポートも可能。カンウもいいのですが、基本的にウェンティとセットとなってしまうので、また神格とカンウは無突での想定です。ロサリアのスキル6秒と清風の精錬オクト6秒に加え、回心率バフもできるロサリアの前ではカンウが下がってしまう感じです。ディオナはいいのですが、基本的に水キャラクターがダメージを出さないので、氷元素はできるだけダメージが出せる方が良いと考えたから。ガイアは、ダメージを出そうと思えば出せるんですが、凍結編成は範囲火力が欲しいのでこんな感じにって感じでした。風は基本的にカズハウェンティスクロースとなります。ですが、今回の螺旋の上層のように敵の数が多くて面倒い場合はウェンティを編成する方がいいでしょう。また、ウェンティの爆発で敵が浮いている場合は、あやかは通常1銃撃で、銃撃をさっさと振った方がいいです。浮いてる敵には基本的にあやかの通常は当たりません。水はここみかもなを採用しましょう。基本的にはどっちを採用してもいいと思います。また、敵が凍らないボスのような場合は、氷酸風位置の編成がおすすめです。ということで解説終わり、さようなら。
雪よ前、